クルムバッハは、ドイツ、バイエルン州、オーバーフランケン行政管区にある、クルムバッハ郡に属する大規模郡都市であり、同郡の郡庁所在地である。クルムバッハは、バイロイトの北西、白マイン川沿いに位置している。この町は、ビールと、粗挽きソーセージ、ブラートブルスト、それに、プラッセンブルク城で知られている。キウチには、世界最大の鈴人形コレクションを誇る、鈴人形博物館がある。本市は、公式には76の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。西暦900年頃には、現在のシュピーゲル地区に小さな集落があった。この地は、林業の拠点であると同時に、マイン川とかに対する防衛の前線拠点であった。この地は後に、シュバインフルト伯の手に渡った。クルムバッハの名は、1028年から1040年頃に書かれたアルキンの聖書に、クルマとして記載されており、これが最も古い資料である。この名前は、この地を流れ下る、小川の名前、カルマン、アハ、カルムナに由来する。しかし、この小川は、後に誤解から、コランバック、コーレンバッハ、炭の川と改名されてしまった。シュバインフルト伯家の断絶に伴い、クルムバッハは、女性相続者、ギーゼラによって、D 線=アンデクス家の D 線伯、アルノルトのものとなった。D 線伯はさらに、クルムバッハの周辺地域をも手に入れ、12世紀の前半に、最初のプラッセンブルク要塞と現在、オベーレシュタット、上の町と呼ばれている市場及び教会を建設した。アンデクス家は、1180年に神聖ローマ皇帝、フリードリヒ一世によって、帝国諸侯に取り上げられ、ベネツィアとトリエステの間に、諸領マラの、現在のイタリア、ウーディネ県マラーのラグナーレを与えられて、メラニア公となった。1231年頃、クルムバッハは、都市圏を獲得した。現在では、その所在地がわからなくなってしまった古いプラッセンブルク、用の代わりに、公爵は、クルムバッハにそびえるベルクシュポルン山上に新しい城を建設した。最後のメラニエン公、オットー2世が1248年に子供を残さずに亡くなり、メラニア公爵家は断絶した。長年にわたる相続争いの後、1260年、プラッセンブルク城主、すなわち、クルムバッハの領主に、チューリンゲンのオーラミュンデ伯がついた。オーラミュンデ伯は新しいプラッセンブルク城を完成させ、ヒンメルクロン修道院を創設した。しかし最後にはこの城と町を借金の担保にしてしまった。1340年に最後のオーラミュンデ伯が亡くなると、クルムバッハとプラッセンブルク城は契約によりホーエンツォレルン家一門のニュルンベルク城伯のものとなった。この後17世紀までプラッセンブルク城は城伯の宮廷所在地、あるいは後には、ホーエンツォレルン家のクルムバッハ公領、ブランデンブルク=クルムバッハ公領、1604年以降は、ブランデンブルク=バイロイト公領ともいうの首都であった。バンベルク、ニュルンベルク、エーガー、現在のチェコ領、ヘプ、ホーフ及び、ライプツヒを結ぶ、古い通称ロソイという地の利からこの町は、貿易が盛んで、織物、フスティアン織、染色、絹刺繍などのツンフトが形成された。土地、内、税などが記録された、城伯家の目録から推計すると、1398年には、クルムバッハ2500人から2000人ほどの人口があった。領主の家裁、市長、有力市民からなる議会によって運営されていた。1363年の公爵特権及び1415年の選定貢献とブランデンブルク辺境伯領の付与を受けて、フランケン地方のホーエンツォレルン系支配地は、ブランデンブルククルムバッハと改名された。1411年から1529年まで、クルムバッハの家裁、フリードリヒ・ゼッセルマン、ジギスムント・ツェーラー及びゼバスティアン・シュットゥプリンガーは、ブランデンブルク辺境伯領の統治の最高位の地位を保った。1430年1月31日にはフスハが町に火をつけ、略奪を行った。手ひどく破壊された街を復興するとき、ペテロ教会もネオゴシック様式で再建され、アンスバッハ辺境伯、ゲオルク、アルブレヒト・アルキアデスの叔父、後見人の地下、1528年に、福音派の礼拝が認められた。成人して、単独統治者となったアルブレヒト・アルキビアデスは、彼の支配下にある全フランケン諸領を合併させ、フランケン公国を創設した。これにより、彼はバンベルク及びビュルツブルグ司教を敵に回し、帝国都市ニュルンベルクも彼らと同盟して抵抗した。ブンデスシュテンディッシェン戦争、第二次辺境伯戦争と呼ばれるこの日で、1553年11月26日、クルムバッハは、コンラディターク同盟軍、聖人コンラート・フォン・コンスタンツにちなんで命名されたに、占領され、略奪を受けた。1554年10月21日には、敵の占領に耐えてきた、プラッセンブルク城も火災に巻き込まれ、破壊されてしまった。この戦いの様子は、鈴人形博物館に、ジオラマで再現されている。オーラミュンデ家最後のプラッセン城主オットー6世の妻、国軍では、夫の死後、ニュルンベルク城伯アルブレヒトに婚をし、再婚を申し込んだ。アルブレヒトはこれに対して、2体の目が結婚を妨げていると答えた。国軍では、2体の目とは、前夫との間に生まれた3歳の息子と2歳の娘のことに違いないと思い込み、子供2人を殺害してしまった。彼女は、ニュルンベルクへ行き、2人の子供は病気で亡くなった。妨げる者はもういない。と彼に告げた。しかしアルブレヒトは、妨げているのは自分の良心で親の反対を押し切ってまで結婚するつもりはないと国軍での申し出を断った。国軍では絶望し女子修道院に入るが間もなく亡くなった。しかし亡くなった後も悔恨のあまりその魂は自ら子供を殺めたプラッセンブルク城に舞い戻り城の中を歩き回った。この時彼女の霊は白い服の女として現れたため白い女の伝説として語り継がれた。この話には後日譚がある。ブランデンブルク辺境伯時代のある城主が白い女に遭遇し、切りつけた。翌朝、現場の中庭に家来が一人、切られて死んでいた。この家来は、城主の傲慢さを諌めようと、白い女に扮して驚かせ、城主が怯えたところで語り諭そうと考えたのだという。この他に、プラッセンブルク城の記録には白い女が現れたと、記録が複数回されている。オーバーフランケンの特産であるクルムバッハー、ブラートブルスト、クルムバッハ風ソーセージは、小牛肉を多めに混ぜた、良質の豚ひき肉からできており、アニスシュトレンを添えることで、最も味が引き立つと言われている。クルムバッハーブラウエライ株式会社、クルムバッハビール醸造所で製造される。シュタルクビーア約28。このルは長年、世界で最も強いビールとされているも、市境を超えて、広く知られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。